えー、私からはまずあの、新型コロナの対策に関わってです、ね、あの今日経済産業省から、えー、持続化給付金と家賃支援給付金について、もともと本日1月15日が申請のもう締め切りと。 いうことが言われていたのですけれどもあの今日経済産業省のホームページ確認してみますとどちらも2月15日までの申請を受け付けるということが記載をされていますただね詳細はこちらの URL からっていうところをクリックすると何も出てこないとまだ準備中になってるんですよこれはあの本当にですねこの緊急事態宣言ということになってね 本当に事業者の皆さんが先行きが見えなくなって、あの不安のどん底にいるわけですよね。その時にですね、こう申請の締め切り日まで事実上何もしてこなかった。そしてあの延長はしますよというけれども、その中身見てみればですね、あのやっぱり一回こっきりの支給のままですし、あのいろんな事情で申請の書類を揃えることが遅れた場合に対応するためと。 いうことにしかななっていないわけですね、まあ、この締め切り日まで何もしないということ自体にも、怒りを禁じえないんですけれども、やはりあの緊急事態宣言下で、いかに事業を守るのかということに立ったです、ね、あの繰り返し求めている第3次補正の作り直し、えー、持続化給付金も本来、事業規模にも合わせて、2度目の支給を行うと。 家賃支援給付金も2度目の支給を行うと、このことをね、早く決断をして示すことを改めて強く求めるものです。でそれからもう1点、そのコロナの問題に関しては、あの今週は13日に、政府・与野党連絡協議会が行われましてで、この間、年明けから議論をしてきました特措法と、 感染症法の改定についてですね、その方向性を政府の考え方として示されましたので、あのいくつかのコメントをしておきたいと思います。でまず特措法の方ですが、これもあの13日の日にも野党が共同で会見をして、ご説明しているとおりですけれどもあの、緊急事態宣言の前にも予防的措置ということができると、でその予防的措置というときから、 施設の営業時間の変更等の要請ができる。で、正当な理由なく要請に応じない場合には命令ができ、命令に違反した場合には過料、罰則ですね。ということが示されました。で、あの、この額とかはね、あの具体に示されていないんですけれども、あの緊急事態宣言の下での要請だけでなく、その前段階から、 要請と、そしてそれに従わなければ罰則という考え方が明確に示されたわけですね、であのこの場であの私もですねまず事実を確認したいと言いましょうか、その、えー、考え方として確認したいということで、果たしてこの予防的措置の時から、ですねこの正当な理由なく要請に応じていないという、この正当な理由というのは何なんだと、事業が潰れてしまう。 店を少しでも開けなければ生きていかれないと。これは正当な理由に当たるのかということも質問をしましたら、それは当たらないということでした。予防的措置においても当たらないと。じゃあどういうときなんだっていうふうにお聞きをしたら、あの、感染症を抑えるために、例えば新型コロナに関わる学会とか、研究発表とか、それはあの、いくあの施設を利用して集会的に行う、講演会的に行うと。これ をあのこれは正当な理由だと、極めて限定的だというふうにあの説明があったわけですで。私はもう一点確認をいたしまして、じゃあそういう、それをね、正当な理由なく要請に応じていないぞということを、誰が調査をして、誰が判断をするのかと、これはあの内閣府の説明では、保健所だという回答だったんですね。であの これあの保健所はですね、あのまさにその感染症そのものの対策のために、非常に逼迫してるわけです。積極的疫学調査をやることにも、入院調整をすることにも、もはや限界点を超えるような状況になっているわけですよね。ですからね、あの果たしてこういうやっぱりあの、要、え、請、ー、に従ってるかどうかっていうことを、いわばあの調査する、監視する。 それはあの罰則を伴うわけですから、厳密な調査ということが求められてくるでしょう、そういうことを、ですねこれ、罰則ということで、果たして実効性が伴うのかということが、逆に疑問として、これ、膨れ上がる事態だというふうにあの思うわけですね。で、一方ですね、この特措法の中では、野党が一致して求めている、休んでも大丈夫という事業規模に応じたあの保証。 まあ名前は保証でなくてもいいと、協力金でもいいと、しかしそれがどういうふうに法律上明記されるんだということを求めてきたわけですけれども、ここについては、あの事業者に対する支援を講ずるよう、えー、国および地方公共団体は務めるものとすると。 なぜ努力規定なのかっていうこともあの聞いているわけですけれども、これはあの保証という立場に立たないからだという説明も、あのえー、っと与野党協議会の前日に私はあの受けてるんですけれども、こういう、ね、努力規定にとどめておいてあの、罰則ということを行うのかということを改めてあの厳しく問われなければなりませんし、あの私はこれはもう明確にあのやっぱり賛同はできないということを改めてあの表明するものです。 でもう一つ、ですね。この特措法の中には、あのあのそうですね、あすいません、うん、えっ、ー、と感染症法ですね、それから感染症法では、あのやはりですね、えー、その入院の措置にあ入院の措置に従わないものに対する罰則ということが示されたわけですけれども、あの感染症法の中に、やはりあの入院ではなく、宿泊療養、自宅療養が認められると。 宿泊療養してください、自宅療養してくださいという協力要請を規定すると、であのそしてこの宿泊療養等の協力要請に応じない場合に、入院勧告ができで、これに従わない、まあ、入院措置になるわけですけれども、それに反する場合には刑事罰だということが示されたわけですね。 でこれは野党一致して、ですねあのそもそもその入院の必要性がないから、宿泊療養であり、自宅療養ではないのかと、それがあの入院措置になってですね、であの入院しないからといって罰則と、これは考え方としてあのおかしいんじゃないのかということが指摘をされたんですね、私もその通りだという,うにあの思いますし、あの 以前からあの申し上げているとおりです、ね、やはりあの感染症法っていうのは、あの患者、感染した方をですね、あの感染症の患者をいかに保護し、その権利を守るかということが貫かれなければならないことであって、このようにあの患者に対する刑事罰ということを行えば、これはあの差別を助長しかねないということ、非常にあの重大だと思うんですね。 積極的疫学調査についても、これを拒否したり、うそをついてあの答えた場合には、やはり刑事罰だということも示されたわけで、あのこれについてはです、ね、やはりあのなぜ積極的疫学調査にあの応じられないかっていうのは、さまざまな事情があると思うんです。あのいろんな、ね、その接待を伴うその、えー、お仕事をしていることを知られたくないっていう場合もあると思います。 さまざまな事情で休むことも難しい、時給で働いているようなことも難しいと、いろんな事情があって、そういう方々が安心して、確かに感染症の対策として協力することが必要だという、さまざまな支援こそが講じられるべきなんですね、そこを全く抜きにしておいて、あの刑事罰だという脅しによってあの、協力しなさいと求めれば、逆にです、ね、感染したことを隠すと。 とてもじゃないけど、そんな罰金は払えないと。だったら隠すっていうことにもなりかねないわけです。あのこういうです、ね、差別と分断をやっぱり助長するようなやり方というのは、感染症の対策には全くそぐわない、むしろ逆行するものであるということを改めて強調しておきたいと思います。で、実はあの昨日、えー、一般社団法人日本医学会連合が、 あのこの感染症法等の改正に関する緊急声明というのをあの出されています、これ、非常に私たちの問題意識とも共通します、あのこの緊急声明の中では、1つ目にですね、感染症の制御は国民の理解と協力によるべきものであり、刑事罰や罰則を伴わせる条項を設けないことというふうにあるわけですね。何より大切なのは国民の理解と協力だと。 これ非常に大切な考え方だと思います。で、その理解と協力を求めるためにも、やはりあの。えーえー 刑事罰や罰則というやり方ではない支援の仕方っというのを求めていかなければならないし、安心して療養ができる、入院ができるっていう施設をね、十分に保障すべきなんだということも書かれているわけですであの、またね、患者、感染者とその関係者に対する偏見、差別行為を防止するために、適切かつ有効な法的規制を行うことということも求めています。 であのこういう、ね、緊急声明を出すに至った理由っていうことも、あのペーパーとしてあの広く今ね、あのこの、えー、日本、えー、医学会連合の皆さんはあの、皆さんにお知らせをしているんですけれども、その中でもです、ね、かつてえ結核ハンセン病では、患者感染者の強制収容が法的になされ、まん延防止の名目の下、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきましたと。 この反省の上に立って、えー、あの歴史的反省の上に、えー、感染症の方が成立した経緯があると。こういう指摘もあるわけです。で、これあの、これあの、エイズのね、対策においても、強制的な措置を実施した多くの国が、すでに経験したことであると。公衆衛生の実践上もデメリットが大きいと。強制力というのは。罰則という強制力ですね。やはりね、あの、こういう指摘というのは、あの、政府も、 あの各政党もです、ね、重く受け止めるべきではないかということも申し上げておきたいと思います。で、この感染症法に関わっては、もう1点ですねあの、えーえー、自治体などがです、ね、病院、医療機関に対して勧告をすることができて、これはあの、例えばもっとコロナの患者を受け入れてほしいなどの勧告ですね、これに応じなければ、施設名の公表ということもあの改定の考え方の中に示されました。 でこれについてはあの、医療従事者の方々からも厳しい意見が来ています。あのそもそもコロナ患者の受け入れになかなかあの手が上がらなかった、重点医療機関の指定という時もですも、ね、なかなか手が上がらなかったというあの実態があります、それはなぜかといえばあの、コロナ患者を受け入れると激しい減収になって、さまざまな治療を止めることからあの、その減収の補填がないと、医療機関全体に対する減収の補填がないと。 これで上がらなかったわけですね。これも明らかなんですよ。で、それだけじゃなくて、あそこでコロナの患者さんを受け入れてるっていうことが、要は風評的に広がって、患者が来ないっていうことも言われてきたわけですよ。こういう様々なことに対して、何らの手立てもですね、まともに取らずに、それであの、勧告に応じなければ、施設名の公表だと。こうやってあの、社会的に制裁を加えると言うんでしょうか。医療機関に対して。 これもです、ね、あの医療機関からは、コロナ患者受け入れの病院と、その他の病院の分断があってはならないということも言われてるんです。その他の救急医療に対応するところも必要、から患者さんを受け入れてないけれど、発熱外来になっているところもある、そういう地域の医療の連携こそが求められるわけで、あのその時にですに、ね、社会的制裁を呼びかけるかのようなあの法の改定を、ね、行うということはあってはならない。 やるべきはまさに減収補填なんだということもあの強く主張しておきたいと思います私からは以上です NHK の金沢です少し話変わるんですが吉川元の,の水大臣があの在宅基礎されましたけれども、はい、そのことについての受け止めお願いします、はいあのまあ、体調が悪いということでの在宅基礎だというふうにお聞きしていますがこれはあの体調の回復を待つことは必要だと思いますけれどもやはり国会の中でいよいよ承認喚問を や,はりやららなななければならない事態ですあのこれ、お金を鶏卵の業者から受け取って、あのその鶏卵業者の利益になるような働きかけを農水省に対して行った、あるいはあの国際社会に対してもアピールしたっていうことですからね、もう直接の,あの収賄ですよね、これがあの国会の中で正すことができないなんてことはあ,のあってはならないことです。 あの菅総理はとマスコミからの文書の質問に対してあの、捜査の問題だからということで、なんか回答を控えるという対応されているそうですけれどもあの、とんでもないことですね、あのやはり政治の場面で、えー、こういうあの政治家、まして大臣という立場で行われたあの、えー、政治を歪める、金で歪めるという問題については、あの徹底的な究明を行うべきだと考えます。 今の関連なのですが、まあ、これに伴ってです、ね、行われる北海道の2区の補欠選挙、これ、非常に重要な選挙になると思うんですが、まあ、野党あの、共産党としてどう戦っていくか、改めておお考えをお願いします。ぜひあの野党が一緒にあの戦う選挙として、えー、あのぜひあの、こういう問題で辞任をされてるわけですから、辞職をされてるわけですから、やはりあの。 公正な政治という点でもあの私たちが頑張って勝利を収めなければならないし今の,あのコロナの対応でも北海道は大変な打撃をさまままざに受けていいると思いますあの患者が増大して一部地域では医療崩壊のような状況も起こったわけですしそれから今の飲食店の,あの、えー、要請に、ね、対してはさまざまな農林水産のところの関係も相当に打撃を受けているわけですからあのまともなコロナの対策を取らせるという点で でもやはり野党こそが頑張って勝利しなければならない選挙だと考えています。はい、野党の候補者としては一本化り、本回立憲さんとも含めて一本化していくことが望ましいってことです。それはあの私は直接の協議に加わっていないのですけれども、あのそういう協議が、えー、なされているものとあのはい聞いております。<laughs> はい。報道官さんです。関連なんですけれどもその、桜の問題とかですね、今回でしか。 ででででまあ、政治とカネの問題が続いていますが、はい、まあこれに関してまあ安倍政権になって、本当にあのこの政治とカネの問題が、特に安倍総理のことがです、ね、あの政治の私物化ということが言われてから、まともに責任を取るということが、あの本当にやられなくなってしまっていますよね。あの 小渕さんやあの、えー、松島みどりさんが、ね、辞職っていうことがあ,ありましたけれどもあれもその真相究明やられないままあの辞職して終わっちゃってるっていう問題になってしまいましたけどもその場やめもしないっていう、ね、事態がずっと繰り広げられてきたわけですよ。でやはりですねあのトップからの安倍総理からの,あのこのモラル崩壊。 桜を見る会で言えば、私たちは公職選挙法違反ということもあの、えー、突きつけてきたわけですけれども、まさにあの、えー、前夜祭と桜を見る会が、前夜祭について言えば安倍総理のポケットマネー、桜を見る会は公費税金、これで地元有権者のおもてなしということは隠しようのない事実になっていると思います。そそれでもも、も、未だあの安倍前総理ののこと,のそのことの重大性を認めない。自民党も この問題につついて口をつぐむこのままでいてはですね、同じことがまた繰り返されていくんじゃないでしょうか、まあ、吉川さんも逃げようがなくなって、お辞めになったということはありますけれども、あの同じようなあの金によって政治を歪める、あるいはあの接待をする、こういうことがです、ね、あの今後も繰り返されかねないというように大変危惧をしています、だからこその徹底解明が必要だと思います。はい はい、コロナの関係なんですが、今日ですね、まあ持続化と家賃支援の給付金なんですが、まあ、今月15日まで、まあ今日までという話になっていたと思うんですが、今日、まあその来月の15日まで申請期限延長へということが発表になってです、ね、これ、野党としても期限延ばすように言ってきた案件だと思いますが、この決定、今日の決定についての評価を私たちが求めてきたのはその、ね、今まで書類が届かな、なかなか揃わなくて、遅れちゃった人に対して、 あの延長が必要でしょうじゃないんですよね、緊急事態宣言という新たな局面に入ったもとで、これまでの延長戦ではないでしょうと、あの最初、1回目の給付っていうのは、やっぱりあのその最初の緊急事態宣言とその後の影響、これに応えるために取られた措置で、昨年12月までに対する措置だったわけですよ、で1月に緊急事態宣言になったわけですよ、でこれもうあの影響は全国に広がりますよ、確実に。 そしたら、今度の緊急事態宣言に対してだって、あのやっぱり支援が必要ですよね、ですから、あの持続化給付金、さまざまな問題点は指摘もされていたから、これ、事業規模に応じてなどの改善点、必要かもしれないけれども、やっぱりあのそういうあの直にです、ね、最も使われた支援策なわけですから、利用された支援策なわけですから、これ、2度目の支給とであの、観光業などもっと額が大きく必要ですから、GoTo も止めてみるわ,わけですから。 これはやっぱり観光業には規模の大きい持続化給付金というのをやるべきですし、家賃支援給付金は元々あの、もともと野党の側は、えー、なんていうんですか、その払ってからの後払いじゃなくて、もう家主に対して肩代わりで払えるっていう法案も出してきてるわけで、本来ね、そのぐらいのことをやらなきゃいけないと思いますよね、そういう意味での,あの、えー、制度の持続性が必要でしょうというふうに考えます。はい。 そうしますよ、ね。あ、ごめんなさい。もう1点だけごめんなさい。あの昨日私、私内閣委員会で質問して、あの最重要だと思う。問題が1点ありまして、生活困窮に対する政策で、あの今、緊急小口が生活福祉資金の貸し付けというのがやられています。で、あの昨年3月から貸し付けが始まっているんです。けれども、これあの返済はね。返済する時が来た時に。 生活困窮の状態であれば、住民税非課税のぐらいの低所得の状態であれば、もうあの返さなくていい制度っていうふうに周知されてきたんです。ところが、今、厚生労働省の中では、あの返済が開始された時期、その1回限りで見るのではなくて、毎年毎年、その人の所得の状況を10年間見続けて、1年分免除するかどうかっていう、そういう返済のあり方もあり得ると。 いうことが検討されていることが分かったので、これ、はの昨日もそのことを質問しました。これではね、今またあの新たに借りようということにあのなんか、ストップがかかりかねないんですよ。苦しい状態になったら、返さなくていいっていう認識で貸し付けがやられてきました。借り手の側もそう思ってきました。でそれがそうじゃないってことになりますとね、あの手が出なくなっちゃう人出ちゃうんですよ。でこれはの、この制度になってきた社会福祉協議会からは、あの一括免除と。 もう返済が始まったときに低所得であったら一括免除と、貸し付けた額全部免除、これやるべきだっていう意見が示されているということも、厚労省は昨日、私の質問に対して認めましたので、やはりあのその方向で早くあの返済のです、ね、あり方について、厚労省、示すべきです、一括で免除になるから、だから安心してあの必要な人は借りてくださいと。 まあ、同時にですね、これも、あの、給付っていう制度への転換ということをもっと早くやるべきだということは、私たち申し入れもしていますので。あの、そのことは引き続き求めていきたいというふうに思います。ぜひ、皆さんからも、お知らせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。